男子日本代表が福岡大会で開幕2連勝を決めた。すでにパリキックを獲得しているドイツに3対2で新勝。リベロ山本智弘、29イコールパナソニックが前日のイラン戦でスタメン入りした小川智弘、27に代わって出場し、鉄壁の守備で勝利に貢献した。次戦は7日に世界ランキング1位のポーランドと対戦。 目標の五輪メダル獲得へ向けての試金石の一戦に臨む。日本の守護神山本が、見予定してボールを上げ続けた。第2セット、S、2は、客席に飛び込んで繋ぐスーパーレシーブ。試合を通してドイツの強烈なアタックに飛び込み続けた。その指先に神経を集中、どんな球も諦めずを追う、大胆さと繊細さを同居させて攻撃につなげ、 競り合いを制した戦いを支えた。試合は、第 1S を最先よく選手するも、その後連続で質セット。厳しいサーブに苦しめられ、攻撃機会を得ても決めきれない場面が続いた。それでも第 4S をビハインド展開から25から23で奪い、最終第 5S はその勢いでチーム全体がボルテージをアップ。山本は球をつなぎ続け、 よく通る声を場内に響かせてメンバーこぶスパイクが決まると、セッター関田に親指を立て笑いかけ、かつ空気、作りも進めた。パリキップは獲得済みだが、小川とのリベロー争いは継続中だ。今季の初めに、ブラン監督から、パリ五輪には一人だけしか連れていけないと伝えられた。五輪出場枠は、今回の VNL より二人少ない12人。 現在二人体制のリベロからは一人外れる。21年東京五輪では山本が正位一を務めたが、パリの確定印はない。一枠をかけた熾烈、熾烈な争い。一方で高め合う関係でもある。前日4日のイラン戦はベンチ組。それでもスタメン出場した小川を声で支えた。昨年のアジア選手権、VNL で相対した経験をもとに、救出、 位置などを助言小川からは言われたところにいたら本当にボールが来て反応できると感謝された次戦は7日強豪ポーランドと対戦する石川首相も今回のパリ五輪へ戦ういい機会とする重要な一戦山本が拾って拾って拾いまくりさらにチームを勢いづける